本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーい、スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回はですね、こちらの商品カムリンクについて紹介したいと思います。購入したきっかけ、1つ目、超高画質なウェブカメラ代わりに使えること、顔出しゲーム実況の長時間録画が可能なこと、シンプルで至って簡単なこと。詳細情報、商品名はカムリンク 4K、 メーカーはエルガド。2018年に1つ古いモデルが発売、翌年2019年にこの製品 4K 版が発売されました。画質は2択 4K30fps、 1080p60fps、 超小型で持ち運びが可能、低遅延で高速の USB3.0 に対応しています。そして Amazon キャプチャボード部門ナンバーワンです。カムリンク主な特徴、1つ目、配信用ウェブカメラ用、リモート用ウェブカメラ用、ゲーム実況用キャプチャボード、接続した機材を外部モニターで大きく表示。開封の儀、では早速開けていきたいと思います。中を開けますと至ってシンプルです。まずこちらがカムリンク本体となります。とても小さいですね。参考としてこちらがですね、 USB メモリなんですが、まあ少し大きいくらいな大きさです。とてもコンパクトですね。こちらが USB の差し込み口で、こちらが HDMI の差し込み口となっております。延長ケーブルです。パソコンの状況によってはですね、こちらを使って延長ケーブルとして使うことができる USB3.0 が入っております。そしてエルガドのステッカーで、さらに説明書、こちらは全て英語で書かれております。ただこちら読めなくても大丈夫です。では早速使用方法、それぞれの用途を見ていきたいと思います。はい、こちらカムリンクをですね、差し込み口に差します。続いて HDMI を差し込みます。はい、この 90D に関してはですね、少し小さな HDMI をつなげていきます。はい、これだけで接続は OK です。ウェブカメラ編、はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。はい、ではですね、こちらがですね、ズームですね。はい、リモートでできるズームですね。というので、こういったですね、高クオリティ、高画質な映像で、リモート通話ができるという機能ですね。接続できる機種なんですが、基本的には HDMI 接続ですね。まあ、一眼の他にも、コンデジですとか、GoPro、あとビデオカメラ、接続することができます。ゲーム実況編、現在ですね、顔出しをしている有名なゲーム実況者さんはウェブカメラを使わず、一眼レフまたはビデオカメラを使って録画されている方がほとんどです。理由はですね、圧倒的に高画質だから。こちらもですね、お手持ちのカメラを使って録画することが可能です。個人的にですね、時間制限がなく、パソコンのハードディスクにですね、録画することができるという機能はとても助かります。はい、じゃあですね、先ほどですね、カムリンクを使って録画したものですね、こちらの動画ですね、例えばここから、はい、どうもこんにちは、監督ラボの監督です。これによりですね、一眼レフのカメラのメモリーカードがですね、足りなくなってまた取り替えるっていう手間もですね、なくなりますので、とても便利です。またですね、撮影中もですね、メインのモニターとあとサブモニターがあればですね、今自分がどう映っているのかをですね、確認しながらですね、見ることができます。例えば今映っていますのがですね、配信ソフト OBS スタジオというですね、無料のソフトです。でこちらでですね、まあ、ゲーム実況者さんはゲームの画面を映しながらやっていくというわけですね。で例えばですね、画像ですね、今回ので言いますとカムリンク OK っていう形で、画像をですね、ここにこういう風にしながら、はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。という形でですね、画像をですね、いろいろ動かしながら配信ですね、することができます。やっぱ一眼レフの画質ってすごいですね。はい、でこちらがですね、スマートフォンとカムリンクをですね、 HDMI 接続して録画しております。はい、どうでしょうか皆さん。こちらが一眼、こちらがスマートフォンとなっております。であと音声もですね、聞き比べてほしいのですが、今こちらは一眼の音声、そしてこちらがスマートフォンの音声となっております。やっぱりリモート通話をするということでですね、まあ、映像面あと音声面ですね、
皆さんどちらがよろしいでしょうか。まあ、スマートフォンでもまあまあ高画質なんですけども、やっぱり一眼が映像面音声面に素晴らしい環境だと思います。はい、ぜひ参考にしていただければなと思っております。はい、でですね、こちらはですね、ラグですね、どれくらいの差があるのか比較していきたいと思います。こういった感じですね。はい、これくらいの差はありますね。多少のラグはあるのですが、まあシューティングゲームとかやるのであればかなり致命的なんですけども、まあ、普通にですね、こういったリモートやウェブカメラですね、そこまでラグはないかと思います。はい、というわけでですね、こちらカムリンク 4K ですね。皆さんいかがでしょうか。とてもおすすめです。最後までご鑑賞いただきましてありがとうございます。この監督ラボでは自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的に追い込んだ面白い動画、ちょっとためになる動画を出しております。チャンネル登録並びに他の動画もぜひご覧ください。監督ラボの監督でした。